平野の仕様、キングドプンスメンバーの中で女性のファッションにはあまり気を使わない理由。キングドプンスの冠無理番組、キング、リンチェプリンスル。日本テレビ系の6月11日の放送会ではおしゃキング、リンチェプリンスサングシーアユーアカング2022夏からが行われましたタップ この企画では、5人のメンバーの中で最もオシャレな男を決めるため、夏の古着デートコーデの対決が行われました。古着屋を舞台に男女カップルのコーディネートが競われました。前回の王者である長瀬角は、古着はあまり着ない、と語りました。誰が着ているか考えるとなかなか古着を着ることができないんです。と彼は潔平気な一面も持っているようです。 同じく平野仕用も古着を着ないそうで、僕も少し潔癖なところがあるんです。と語りました。しかし、古着好きの神宮寺雄太や騎士雄太は平野をフォローし、しっかりと清潔ですよ。洗濯もたくさんしているから。と語りましたが平野は心配そうな表情を浮かべていました。一方、騎士は古着が好きで、自宅の私服の9割は古着であると明かしました。 そのため、前回の対決場所であるゼラダップを不利な状況だったようですが、今回は地元で戦います。と彼はホームグラウンドの試合に自信を見せました。実際の対決が始まると、古着が苦手な平野はセレクトに苦戦しました。ベージュのポロシャツと淡いジーパンを自身のコーディネートとして選びましたが、試着室で、裏、計算ミスだ、と絶叫しました。 本当にや、ばい、これ、お父さんみたいじゃないか、と焦っていました。さらに、女性のコーディネートにも苦戦した部屋、女性のファッションが本当にわからないんです。と彼は嘆きました。コンサートの時でもファンの皆さんがとても素敵な服を選んできてくれるんですが顔が見たくなってしまっって服は二の次になってしまうんです。と彼は後回しにしてしまう悩みをローラしました。 しかし、最終的に平野が選んだテーマは、シックな大人の古着コーデ、でした。彼は T シャツに黒のカーディガンを合わせ、黒いデニムを履き、ベージュのハンチングをかぶったコーディネートを披露しました。一方、女性のコーディネートは赤いポイントが入ったポロシャツにデニムでした。審査員を務めた若月千夏は、このカップルのコーディネートを絶賛しました。彼女は、 平野の帽子とリンクした黄色のスニーカーや平野の T シャツに入った赤と彼女のポロシャツの赤がリンクしていることに注目し上級者のコーディネートだと評価しました。また、長瀬も付き合って4年くらい経つので安心感がありますね。とカップルの服装が似ていることを評価しました。平野のコーディネートはこの日の1位に選ばれました。この結果に対して視聴者からは 顔が見たくなっちゃって、で、完璧なアイドルすぎる。名言を残しながら一位になるなんてさすがだ。ねひらのくんは完全に無敵だ。といった声が寄せられました。